こんにちは、ぐるぐるです。今日行くお店は八戸市から少し離れて五戸町へあるお店へ今から向かいます。私の大好きな熊の沢温泉の前を過ぎ約20分ほど、五戸警察署や五戸総合病院の近くにあるハルピン飯店さんです。 Google マップを使って場所を紹介します。八戸市中心街から車で約30分ほど、五戸町役場の近く、南部バスの五戸営業所や五戸警察署、五戸総合病院があります。駐車場はお店の前に数台分のスペースがあります。それではお店へ移動します。こちらのハルピン飯店さん、仲良し YouTuber 海猫さんもこちらのお店のレポートがあります。ぜひそちらもご覧ください。特徴的な赤い看板が目印となっております。それではお店の中へ。お店の中に入るとザ・チャイナという感じで、赤や金をふんだんに使った装飾品がたくさんありました。テーブルはこれより回転式の円卓、とても懐かしい感じです。メニューはこちら、海猫さんがチャーシュー麺がやばいとおっしゃってましたので、そちらを注文します。チャーシュー麺の他に頼んだメニューはこちら、焼き餃子450円、相方の方は五目チャーハン600円を注文しました。お待ちかねのチャーシュー麺がこちら、器を覆い尽くすかのようなチャーシュー、圧巻です。それではチャーシュー麺味わっていきます。まずは相方の五目チャーハンを一口、具沢山のパラパラチャーハン、ワンコも美味しいと言っております。続いて焼き餃子です。形はとてもシンプルですが、一つ一つとっても大きいです。具材が中にぎっしりと詰まって溢れんばかりの肉汁、とっても美味しい餃子でした。お待ちかねのチャーシュー麺です。器の8割方をチャーシュー麺のチャーシューが占めております。右の方にちょっとあるチャーシューがノーマルサイズのチャーシューとなります。ラーメンの麺の方は中細の縮れ麺、スープはどこか懐かしい醤油スープでした。我が子もこのチャーシューのサイズにびっくりしているようで大きな声を上げております。ハルピン飯店さんのチャーシューは脂身の少ない赤身系のチャーシューで、私好みのチャーシューでした。これなら何枚でも食べれそうです。ラーメンのサイズ自体は大人の男性からするとちょっと物足りないサイズとなります。そのためチャーハンやその他のセットを一緒に頼むのがおすすめです。同時に頼むことで100円引きのサービスがあるようです。美味しいラーメン、ごちそうさまでした。五戸町にあるハルピン飯店さん、いかがだったでしょうか。動画内ではお伝えしきれなかったことや補足事項などをブログへまとめております。よろしければそちらもご覧ください。本日はここまでご視聴いただきありがとうございました。